今日の日付は8月30日2020年です。ライトボディ、突撃ライトボディ実験、実験ですが、あくまでもこれでは。で、今回のお題目は、ガットボディ、ステラー実験ということで、さっきお話ししましたけど、ちょっともうちょっと待ちましょうね。誰が入ってくるのかわかりませんけど、もうすでにもうちょっと始まっちゃってますけどね、ちょろ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 。もうちょっと待ちましょうかね。とりあえず、最初さっきも話しましたが、実験でどこまでいけるか行ってみましょうということで、今までよりもちょっとインテンツな感じになるかもしれませんね。もう体感が変わってきてる方は、もうそのまま、どんどん上げてくださいと、ゆっくりじわじわじわ上げてくださいと。で、わさわさでもないか、これはもう表現しにくいですよね。ボディの細胞レベルでわーっと、なんていうの、中からこう、シャンパンよりもっと細かい、なんか細かい泡のような、ばーっと出てくる感じ。で、人によっては細かくこう振動し始めてる方もいるかもしれませんけど、あんまりこう、気にしなず、慣れちゃうしかないと思います。これは、経験的には、ガン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 出てきたときに、ある意味もうボディ全部が とてもスーパー気持ちいい状態になっちゃう。気持ちいいってことはでも当てはまらないくらい、なるかもしれないん で、とりあえず、とりあえず、もうちょっと待ちましょうね。でとりあえず、ゆっくりゆっくり上げてくださいと。エネルギーゆっくりゆっくり上げ始めてくださいと。でどうよっていうか、なんとか興奮でもないかな、ドキドキ、変なドキドキ感っていうんですか。し始めてる方もいるかもしれませんけど、で、そこは、可能な限り呼吸で、ふーっと、だなだねーの、で、場合によっては、ブレイクスルーしちゃう人もいるかもしれない。なんとも言ってみないとわかんないんで。ちょっと京子さん来るまで待ってみましょうか。なかなか来ませんね。来ませんね。始めちゃってもいいのかしら、京子さん。いいや。じゃあ、始めちゃいましょうかね。これ以上待ってても仕方がないし。ということで。とりあえず、今まで、シーズン4ですよね。シーズン4とか3年、4年近くか。4年近く異星人性、しかも遠隔ヒーリング始まりの、ライトボディになりので、とりあえず、ベース、これでもまたベースだから、ベースのところはかなり行きちゃいましたと、これが次のフェーズに入りますということで、ライトボディっていうのは次多分ガットボディっていう名前に変えちゃうかもしれないですけど。ちょっと待ってくださいね。向こうは大丈夫みたいだから。始めちゃいますね。それでは、いつものように、可能な限り、ゆっくりと長く深く深呼吸は始めてください。下腹が、ちょっとこう、ぐにゃぐにゃする的な、下腹がこう、不安定的なっていうか、こう落ち着きがない的な感じがするかもしれませんが、そこは、あんまり、気になるかもしれないですね。でも可能な限りスルーしてくれ。なんでかっていうと、ニュートランシミター、神経伝達物質っていうのは、小腸の下の方とかでガーッと集まって、そこから掘り出されるっていうか、サックアップされるのね。だから多分その兆候だと思いますけど、ボディがそれを作らないといけないから、それ必要なものをガン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 集めてる状態が始まってる方はいるかもしれないです。なので、下腹のところは、可能な限り、こうルースにならないか、ぐーっと締まる感じになっているかもしれませんけど、気にせずに。もう第7チャクラ、もうすでに気持ちいい感じが始まっている方は、そのまま、もう気持ちいいの続けなさいと。人によってはちょっとぐーっと締まる感じとか出てくるかもしれませんが、そこもあまり気にせず。で、全体的にほどきの緩めの、で、どんどん緩めなさいと。で、背筋はいつものようにまっすぐに、お尻のところはキュッと締めなくても、もうすでにお尻のところが尾骨の周辺、仙骨下部、暖かいとヒートと冷たい、冷
冷たい感じもまだ出てますよね。あるかもしれませんが、そのまま、まあ、とにかく今ボディでどういうことが起きてるのかを眺めの、で背骨は可能な限りまっすぐに、その他はもう全部緩めて、ほどいて。もうちょっとほどき続けなさいと、緩め続けなさいと。で、後頭部は後ろにやや下げて、そうすると顎が上に上がります。そのまま呼吸を続けるの、ちょっとゆっくりゆっくり上げてもらいます、ね。これドキドキ感っていうか、動悸のような感じがこう通り抜けていくかもしれませんが、可能な限りスルーして。自分頭の中でまず自分の座ってる姿なり立ってる姿なりをイメージしますと、でその自分の横から見てまっすぐ垂直に細い針金のような光のコードがピーッと立ちますと、で上にも下にも伸びますと、上は12、ステラーですね。ステラーディスクのとこまで行きますと。でそこから上までガン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 伸ばしても、とにかくもう行けるとこまで行きなさい。的にガンガンガン伸ばしてもいいですけど。で、下は、はい、どんどん行って、あ、もう地球の中心とかまでガーッと行っちゃいなさいと。地球のグランディングしちゃいなさいと。で尾骨のところが気持ちよくなるかも、始めるかもしれませんが、話し始めたら、はい、尾骨全体、仙骨、下部、冷たい感じと温かい感じが出てくるかもしれませんが、冷たい感じが出てきたらもうクリアリング始まってるんで、はい、その周辺をまとめ直しなさいと。縦軸に沿って、はい、どん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 まとめなさい。集中させなさい。尾骨全体、仙骨、尻の尻尾のところですね。お掃除しなさいと。輝かせなさいと。気持ちいい状態、ひんやりスムーズな状態にまとめ続けなさいと。足の裏がもぞもぞしたりするかもしれませんが、もうそのまま、はい、足の裏もアクティベートしなさいと。で、わさわさ感でもないか。なんか足の方からビュビュビュッと波動のような細かいものがこう上に上がってくる感じがするかもしれませんが、それが全体的に広がるはずです、予測では。なので、足の裏もどんどんお掃除しなさいと。足の裏優先、足の裏に吸盤のような何かがピコッとあって、はい、そこ、足の裏から、はい、波動をガン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 引っ張り出しなさいと。で同時に、いらないものも足の裏からガン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 吐き出しなさいと。はい、お尻の尾骨のところを掃除して、人によってはちょっと熱くヒートが始まってるかもしれませんが、はい、そのままゆっくりゆっくりとヒート、エネルギー作り始めなさいと、お掃除も同時に続けなさいと。尾骨、仙骨が白く、まあ、ホワイトゴールド的、もしくはちょっと金色っぽい、もしくはちょっとまあ、ブルー、ベイビーブルーみたいなの入ってるのが入ってきますけど、まあ、でもまあいいや、白っぽく、シルバー、ホワイトシルバー的に輝きなさいと。仙骨上部から腰椎下部、腰骨ですね、仙骨の上のところまでゆっくりゆっくり登り始めなさいと。上半身がかすかに微妙に振動し始める方いるかもしれません。気にせずに、可能な限りほどいて。そこ、あまりこう、揺れるところに入っちゃうと、また揺れ、もっと揺れちゃうから、可能な限りスルーして。で揺れそのものに意識を当てて、はい、軸からずれないように、こう、
大きく右腕前腕とかならないように、とにかく細かく細かく細かくシルバーコードに合わせてグッグッグッまとめ続けなさいと。尾骨仙骨が気持ちいい状態になり始めている方はもうそのまま地道に作り続けなさいと。足裏、足首、すねがこうわさわさじゃないか、さわさでもないか、プルプル、プルプルでもないか、微妙なあの振動がぐーっと出始めている方は、はい、そのままそこをほどきなさいと、緩めなさいと。喉の周辺で、なんかこう、ちょっと軽く縛られて、縛られて、なんか巻かれてる感じがする方は、はい、喉の周辺のいらないものを立ったか立ったか、もう、薄くしなさいと。で、ハートの周辺、ハートの前、背面、背面ちょっと下側ですよね。4番下側とかでなんとなくこう、不安定な感じって、不安でもないか。ちょっと同様に似た感じがする方は、はい、ハートの下、4番周辺、主に下部を、はい、落ち着かせなさいと、安定させなさいと。ハートの裏側、背骨の4番、ハートの裏側の背骨の周辺を感じて、そこがなんとなく硬く感じる方、もしくは、まあ硬い、まあ、緊張してる感じがする方は、前側がなんとなくこう動揺してる感じの方は、あ、前も後ろも、あ、ゆっくりゆっくり安定させなさいと。はい、上腹、横隔膜の下ですね。お腹、上腹、ガットの上の方を眺めて、ゆっくりゆっくりほどきなさいと。そこの緊張をどん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 ほどきなさいと。下から行くんですか？上から行くんですか？下から行ってんですか？わかりました。はい、じゃあそれでは足裏、右、左、足の腹のところに、ゴルフボールとテニスボールの間ぐらいの光のカプセルができますと。はい、その光のカプセルの中心から、はい、輝き光が出ますと。はい、光のカプセルに必要なものをガン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 投入しなさいと。もうその光のボールが回転するなり、光るなり、中に、まあ、液状の光っていうんですか。液状のリキッドライト、はい、必要なものをガン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 作りなさいと。出しなさい、作りなさいというか、出しなさい。泉のように。カプセルの中心からパッパカパッパッパーとトントントンとボールの中に湧き水のように出しなさいと。人によっては足の指先とかで反応出るかもしれませんが、気にせずに、まずはじゃあその足のボールの中にガン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 リキッドライトどんどん出しなさいと、充電しなさいと。でゆっくりゆっくりとボールのカプセルの外側にゆっくりゆっくりにじみ出ますと。にじみ出た光のエネルギーが、はい、足をゆっくりゆっくり包み込みますと。足の中指を意識して、右側、足の中指、右、左。はい。
足の中指の指先から、まあ、筋っていうんですかね、骨っていうんですかね、ピーッと足首までの縦っていうか、線を意識して、はい、中指から足首まで、はい、エネルギーをゆっくりゆっくり伝えなさいと。あそこが光ります、うどんぐらいの太さかな。ぐらいでもいいですが。中指先から、はい、足首まで、はい、エネルギーをパンパカパーンと流し始めなさいと。足の裏、足の甲、くるぶし、前、後ろ、右、左を整え続けなさいと。敏感な人はもうすでに太ももの内側とかで何か上がってくる感じが出てくるかもしれませんが、出てきたら締めたもの、そのままゆっくりゆっくりと密度上げなさいと、ゆっくりゆっくり上げなさいと。感じなくても気にしない、そんなもんだと思っちゃう。で、はい、次に、はい、足首からふくらはぎをほどきなさいと。ほどけるイメージなり、とにかくもうインテンション、ほどけと。はい。足首からふくらはぎ、膝の裏の、まあ、足がつるところですね。あと、すね。ほどき続けなさいと。柔らかくし続けなさいと。輝かし続けなさいと。冷たい感覚なり、温かい感覚なりが出てきたら、もう冷たいところはクリアリングが起きてるだけなんで。はい、ゆっくりゆっくりと、はい、密度を上げなさいと。足裏の感覚がゆっくりゆっくり上がってくる、強くなってる方は、そのまま地道に育てなさいと。はい。右左の膝、お皿の周辺ですね。その足音は膝の裏にも意識を当てて眺めて。はい。膝の周辺も、はい、ゆっくりゆっくり包み込みなさいと。太もも内側がわさわさし始めてる方は、はい、そのままゆっくりゆっくり整えなさいと。集めて、まとめて。はい。股関節、右股関節、左股関節で冷たい感じが出てきてる方は、はい、そこを調整しなさいと、お掃除しなさいと。足先の小指側で、なんかポコポコ動く感じとか、もそもそする感じが出てる方は、はい、足の甲の外側ね、はい、外側も整えなさいと。そこも分厚くし始めなさいと。エネルギー的に包み込んで、分厚い状態に作り続けなさいと。太ももの内側でクリアリングの冷たい気持ちよい感じが始まってる方は、はい、そのまま整えて、お掃除し続けなさいと。膝のお皿の周辺の感覚が変わってき始めてる方は、とにかくほどきなさいと。ストレスのどぞきの、開きの、緩みの、はい、冷たいクリアリングガン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 進めなさいと。ファウンデーションを整え続けなさいと。ふくらはぎがなんとなく気持ちよくなってる方は、より奥の方までゆっくりじわ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 と入っていきなさいと。痙攣する人はいないと思いますけどね、この段階で。はい、とにかく、はい、足をとにかくほどいて、軽くして、気持ちよくして、エネルギーが通りやすい状態に、ファンデーションを作り直しなさいと。
腹筋のおへその周辺でぎゅーっとちょっとなんかこう痛いまでいかないか、締まる感じが出る方いますか？どこの人も気にせずに。下腹のところでなんとなくうにゃうにゃな感じが出てきても気にしない。そこは通り抜けるしかないから。はい。お腹のところも整えなさい、始めなさい、股関節で気持ちいい感じが出てきてる方は、はい、股関節整え続けなさい、股関節が白くなシルバー、ホワイトシルバーになるなり、気持ちいい光の色になるなり、はい、股関節周辺、はい、白くなりの光の輝きの始めなさい、尾骨、仙骨が気持ちよくて、尾骨のところがなんとなくヒートが始まってる感じがする方は、はい、そのままゆっくりゆっくりやんなさいと。で、はい、尾骨、仙骨、骨盤、股関節、その周辺が、はい、白く輝きますと。ホワイトシルバー的にガーッと白く輝きますと。人によってはちょっと違和感、骨格的な違和感というんですか、なんかこう動く感じとかするかもしれませんが、あんまりコントロールしない方がいいですね。で、はい、そのまま自動的に調整しなさいと、止めない、自分で。はい、引かれーと。足の裏の感覚がさらに強くなっていくかもしれませんが、気にしない、こんな女の口だから。はい、そのままガン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 行きなさい。ゆっくりゆっくりじわじわ行きなさいと。足先から足首、アキレス腱、すね、膝の状態をどんどん整え続けなさいと。動悸のような軽い、ドッキンの軽い、とてもこのくらいだったら平気でしょ。動悸がなんか通っていく感じがしても、もうスルーして、動揺しない。はい、もう出ていきなさいと、上がっていきなさいと。ハートのところがちょっと苦しい感じっていうか、こう、締まった感じが出てきてる方は、はい、そこほどきなさいと。開き、ゆっくりゆっくり開きなさいと。肩関節、右肩、左肩。肩関節がなんか緊張が始まってる方は、はい、肩関節もほどきなさいと。脱力しなさいと。横隔膜、胃のところで気持ちいい感じが始まってる方は、はい、そのままそこもコンディションしてお掃除しなさいと。頭の上の方が涼しく気持ちよくなり始め、7の上の方が気持ちいい感じになり始めてる方は、はい、ゆっくりゆっくり調整して、どんどんまとめ始めなさいと。それと同時に、はい、肩もほどきなさいと、首筋もほどきなさいと。で、耳の上、側面ですよね。耳の上の側頭葉のところでちょっと緊張感出るかもしれませんが、気にせずに。出てきたら、あ、でも、はい、出てきました。ほどきなさいと、軽くしなさいと、気持ちいい状態に作り直しなさいと。側頭葉から小脳ですね、小脳、後ろで小脳のところに気持ちいい感じが作られ始めてる方は、はい、そのまま自動でゆっくりゆっくりいって、はい、後ろでこう全部小脳のところを幸せに作り直しなさいと。ここにビジュアル、コアテックスというものがあり、そこで視覚的に全てを処理するわけですが、はい、後ろでこう気持ちいい状態にし始めなさいと。はい、肩も力を抜きの。はい、それでは頭の中で自分の
頭と首とハートぐらいまでいくか、上半身ぐらいなんとなくイメージして、その縦中央に光のピーと光の針金が入ってますと、チャクラっていうよりはフィラメント、フィラメント。だから第7フィラメント、第6フィラメント、第5ぐらいまでいっていいか、6、5.5ぐらいから5.5、6、6.5、7.58ぐらいまでのフィラメント、細い光の針金を意識して、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり開き、光りなさいと。そのままちょっと下に落として、はい、で7からいきましょう。第7フィラメント。6.5、6、5、喉の周辺。喉の周辺がなんとなく違和感ある方は、はい、第5の周、5の第5フィラメントの周辺、ゆっくりゆっくりコンチューンしなさいと。4.5、4、ハートのところ、ハートのフィラメントのところも、はい、安定させなさいと。落ち着きなさいと。ちょっと下に下がって、はい、3.5、3、3.5のところで動揺なんか出てきちゃう方は、はい、3、4、3.5、3を整えて、まとめ続けなさいと。人によっては胃の周辺がなんかドックンドックンする感じが出てくるかも、気にしない。あ、スルーしなさいと。で、3の横隔膜の右側、ここは肝臓胆嚢、左側は膵臓脾臓。はい、右と左を、右と左、横隔膜下の右側、肝臓の周辺が気持ちよくなり始めてる方は。はい、そこどん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 整えて、クリアリング始めなさいと。ゆっくりゆっくりと横隔膜右側全部を、はい、白く光ります。まあ、シルバー、ホワイト、ホワイトシルバー的に、ホワイトゴールドシルバー的に光りなさいと。で、お掃除を始めなさいと。人に、コンディションは人によって違うと思いますが、肝臓の調子が悪い方はちょっとこう気持ち悪くなるかもしれませんね。でも、はい、とにかく、はい、手放しなさい、きれいにしなさいと。左側、膵臓、縦軸から左に脾臓、その裏に膵臓。はい、その、はい、左側、横隔膜左側も光りなさいと。で、縦の中心の胃のところですね。胃のところがなんとなく、落ち着かない方は、はい、3番フィラメントと、はい、3番のところ、はい、ゆっくりゆっくり落ち着かせなさいと。はい、横隔膜の下全体が前側、側面、右、左側面、背面。はい、ゆっくりゆっくりと全体的にホワイトゴールド的に光りますと、光りなさいと。2、はい、3番フィラメントから2番フィラメントですね。おへその後ろ側。はい。おへその周辺も整えなさいと。ちょっと膨張する感じになってる方もいるかもしれません。気にしない。
膀胱の周辺、裏側とか、裏側とか。はい、とにかく、はい、第2のおへその奥のところをゆっくりゆっくりコンディションしなさいと。足全体がなんとなく気持ちいい感じになってる方は、はい、そのままゆっくりゆっくり整え続けなさいと。はい、右足、左足、足先から股関節までイメージして、はい、ホワイトゴールドシルバー的に光りなさいと。足全部光れと。はい、尾骨、仙骨がヒートっていうか熱、エネルギー作り始めてる方は、なんとなく熱くなる、もそもそして熱い感じがする方は、そのままゆっくりゆっくりゆっくり液状化を始めなさいと。中にリキッドライト、エネルギーを液状化を始めなさいと。集めてまとめて濃くして密度を上げて、浅い状態からリキッド状、液状にガン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 変えなさいと。人によっては尾骨、仙骨から背骨の中をなんかもぞもぞもぞっとなんか上がっていく感じがするかもしれませんけど、出てきたらバンバンザイ、そのままゆっくりゆっくりことを始めなさいと。はい、上半身、乳腺の近くとか、肺の中、肺の中的な、なんとなく冷たい縦の流れ、細い縦の繊維的な冷たい感じが現れるかもしれませんが、気にせずに。なるべく出てきたらもうバンバンザイ。はい、そのままどん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 クリアリングを続けなさいと。上半身、はい、胸の前側。はい、お掃除を続けなさいと。右と左が違うはずです。人によっては軽い、なんかこう、軽い痛みでもないか。なんか筋的な、縦の。で、できたら、はい、ガンガン頑張って整えなさいと。背骨の背面、胸椎の背骨全、なんか背中全体がなんとなく分厚くなるなり、暖かくなるなり、始めたかった方は、はい、もう上半身、はい、全部、ゆっくりゆっくりと密度上げなさいと、分厚くし始めなさいと。気管支。上半身縦の気管支の縦軸のところがなんとなくこう違和感感じるという方は、気管支もほどきなさいと。縦にきれいな流れに整え始めなさいと。乳頭の周辺で反応が始まるかもしれません。気にせずに、はい、その周辺と、あと乳頭から脇の、リンパっていうか神経を持っているか、はい、そこもどんどん整えなさいと。お尻の尾骨周辺が温かいを通り越してちょっとポカポカになり始めてる方は、はい、そのまままとめ続けて液状化、リキッドライトに還元し続けなさいと。でもその周辺徹底的にお掃除しんの、明るくしんの、輝かせんの。で、シルバーコード、まっすぐに縦に沿って、中央ラインに沿って、こう、まとまり始めなさいと、ちょっと左側の感じなんで、中央縦ラインに頑張んなさいと。
もうちょっと速度上げましょうかね。ちょっとボリュームを上げ、ちょっとボリュームを上げますと。ハートの周辺、上半身は脱力し続けなさいと、安心させ続けなさいと、縦軸に沿ってまとめ続けなさいと、肩、上腕、腕もほどき続けなさいと、耳、顎関節ですね、反応が始まるかもしれません。なんかこう、違和感。できたらだからほどきなさいと、反応が出てきてるところはもうほどけと、柔らかくなんなさいと、緩みなさいと、自動的に調整しなさいと、顎が下がってきてる方は後頭部を下げて、顎先は上に、喉の側面、右側左側を認識して、はい、喉側面もほどき始めなさいと、顎下の空間をこう開き続けなさいと。顎が下がってるとそこがこう圧迫した感じになるはずです。後頭部を上げ下げて、顎をちょっとスペース上げてあげて。はい、喉の周辺をどんどんお掃除し始めなさいと。鎖骨、右左の内側で反応が始まるかもしれませんが、気にしない。もう始まってきたら、はい、もうどん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 こう動かしなさいと、自動的に、はい、調整して、理想的な解放されている状態に戻しなさいと。はい、喉の周辺もガン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 お掃除しなさいと。背骨がなんとなく全体まだらな感じで温かい、もしくは部分的にちょっと あったかい、部分的に冷たい感じになってきた方は、もう全体的に意識して、はい、尾骨、仙骨、腰椎、胸椎、頸椎、もう自動的にもうまとめ始めなさいと。一体化、インテグレーションを始めなさいと。一本化するイメージ、まとまるイメージ、束ねられるイメージ、縦軸に沿ってきれいにストリームラインになりなさいと。はい、尾骨から、はい、尾骨、仙骨、腰椎、胸椎、頸椎に太い背骨ぐらいの幅の、はい、光の柱がパイプができますよと。こめかみ右側で違和感、もしくは軽い痛みまでいかないか、違和感が出てきても気にしない。はい、首の全体、右左、前後ろも整えて、センタリングを続けなさいと。で、顎先を意識して、はい、顎先もどん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 整えなさいと。顎の先もセンタリング、縦軸に沿ってきちんと縦軸に沿うように共振させなさいと。顎先の感覚が出てきたら、そこになんとなく縦状的な感覚が出てきたら、はい、顎先の縦のエネルギーの流れも調整しなさいと。これは多分顎の並び、右と左の違うはずですが、右側の耳がもかもかもたもたする感じで、右と左で違うはずです。はい、右顎関節、左顎関節、右の耳の中、左の耳の中、
はい、これお、揃え始めなさいと。人によっては頭がこうぐーっと矯正される感じがじわじわ始まるかもしれませんが、抵抗しない。はい、右、左の顎関節、顎の関節。頬骨、右、左。顎、右、左。右、耳の中、右、左。を揃え続けなさいと、じわ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 、ゆっくりゆっくり揃えなさいと。人によっては首こうねじりたい感じで出てくるかもしれませんが、もう体の意見を聞いて、はい、もう自発動、自動的にことをしなさいと。顎先の感覚がより出てきてる方は、はい、舌の先を上前歯の天井にピッとつけて、そのままつけたまんま。で、顎下のラインと、その鼻筋っていうんですか、鼻筋、だ口のところで切れるわけ、はっきり言っちゃうと。さっきコメントにも入ってましたけど、はい、そこをひっつけたまんま、はい、顎先ラインと、鼻筋ラインをつなげなさいと、下ピッとつけて、下の先をピッと天井につけて、で、そのまま、ひっつけたまんま、鼻筋の奥にぐーっと反応が出てくるかもしれませんが、出てきたら冷めたもの。はい、そこ、はい、鼻筋奥の縦ラインを、はい、ガン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 頑張りなさいと、一本化を目指しなさいと。ちょっと頭の上の方が圧迫感出てくるかもしれませんが、気にせずに。出てきたら、はい、ここで反応が出てますと、はい、そこまとめ直しなさいと、きれいにしなさい、軽くしなさいと。はい、お尻の周辺、ヒート始まってる方は、はい、じわ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 焦らなくていいですと、尾骨、仙骨、腰椎、胸椎、下部のところまで、まあ、地道にゆっくりゆっくりまとめなさいと。じわ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 行きなさいと。はい、額の周辺から上で反応が出始めてる方、もうちょっと頬骨、下部、中とか出始めてる方は、どっか反応してるところを、これも単純な反応なので、はい、そのままほどきなさい、まとめなさいと。人によっては軽い頭痛な感じがするかもしれませんが。はい、反応してるところをまとめて、明るく、そこは光りますでも、輝きますでも、明るくなりますでも、構いません。で、縦軸に沿って沿わせなさいと。縦フィラメントに沿って、はい、まとめ続けなさいと。頭の中心、ぐーっと、意識を頭の中心の方にぐーっと持っていって、なんとなく頭の中心っていうのを把握して、ちょっと難しいかもしれませんが、はい、頭の中心、第7、6と、頭の中心はだいたい6フィラメントの第6のところの、上丹田というエネルギーセンターがありますが、はい、6フィラメント、アライメントを、はい、きれいに奥の軸の方に戻しなさいと。はい、第6フィラメント。7。これから上に上がります。ステラに向けて上がります。6、7。はい、6と7を揃え続けなさいと。7は頭のてっぺんの、百会というところがありますが、はい、ど真ん中、頭の天井ど真ん中に揃えなさいと。7、8。はい、まっすぐに揃えなさいと。8、9、
9の上のところがゆっくりゆっくり明るくなりますと。9、10。はい、その周辺も明るくなりますと。11。頭の半角がちょっと変わり始めてる方はそのまま。11。はい、11周辺をどんどん整えなさいと。なかなか上に持ち上がる的な。はい、はい、11、上にガン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 明るくしなさいと。12。12のところ、高さは適当でいいです。上は分かってるから、12、ステレがどこが分かってるから。はい、12のところにディスク、ディスク。大きさ的には、頭蓋の横幅よりちょっと小さいぐらい。回転するディスクがありますと。はい、ディスクがぐる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 ゆっくりゆっくりと回転し始めますと。なんとなく渦状に。はい、はい、ステラーディスクを起動させなさいと。で、中心から明るくゆっくり、渦巻きが中心から明るくなって外に向けて、はい、ゆっくりゆっくり光りなさいと。はい、ディスク、はい、アクティベーションし続けて、はい、ディスクの前後、上下も掃除しなさいと。上も光らせてもいいかも、上を使えばいいかもしれないですね。あ、で、ディスクの上下に光を放射しなさいと。ちょっと12の上の方が重たい方が多いみたいですよね。はい、上の方もどん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 明るくして、はい、12の上も明るくしなさいと。12が光りますと。はい、ステラディスク12を、はい、カウアイカルサイトに共振させて、はい、カウアイカルサイト波動をガーッと引っ張り出して、はい、12から下のところにガン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 つく放射しなさいと。はい、カウアイカルサイトの波動を、はい、ライトボディの中、その下の卵型の中に、はい、カルサイト波動を、カウアイカルサイト波動をガン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 もう入れなさいと。はい、ディスクのとこから、12のディスクから光の針金を通って、ゆっくりゆっくり、はい、カルサイト波動が、ちょろ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 っと光の針金を使って降りてきますと。12から11、なんていうんですかね。ちょっと、なんだっけ。メープルシロップよりちょっと、もうちょっとトロトロな感じかな。はい。ゆっくりゆっくり、12から下に降り始めなさいと。11、ゆっくりゆっくりゆっくり降りてきなさいと。10。ある意味アムリター的な、ちょっと
アムリタっていうのは神様の蜂蜜的な、ちょっとサラサラ系がいいと思いますけど、あれそのまま10、9、8、7.5、7のところでピッとこう反応が出てる方は、はい、その接続点のところですね、ゆっくりゆっくりゆっくりお掃除しなさいと。7の接続点のところで、ちょっとあの100円のお皿のところに、じわ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 広がります的な感じでも構いません。はい、7の接続点の100円のところにじわ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 染み入りなさいと。はい、額の奥のやや上側が反応し始めている方は、はい、反応しているところに行ってそこ整えなさいと。そこを、まあ、サラサラスルスルのそこの滞りをスムーズにしなさいと。7から下の、はい、6.5 に向かって上後のようにっていうんですかね、ディスクのお皿のところからピューッと上後型に、はい、6の方に向けてゆっくりゆっくり行きなさいと。6のところのゆっくりゆっくりまとめ始めなさいと。額から鼻筋、鼻先までキューッと反応が出始めてる方は、はい、そのままその流れも整え続けなさいと。頭頂の100円の中心から前向きに縦の流れがピューッと出て、額の中心、縦中心を通って、鼻筋を通って、鼻先、鼻の口の上のなんていうんですかね、くぼみのところが唇、上唇の端のところまでまっすぐに降りて、接続されている下のベロね、ベロのところから、はい、下唇の中央、顎先までゆっくりゆっくり動きなさいと。で、喉の縦の中央を通って、ハートのところにゆっくりゆっくり降り始めなさいと。お腹が温かくなり始めている方は、はい、ボディ全体ゆっくりゆっくりもう上げなさいと。尾骨がもう結構ヒートしてる方は、あ、そのゆっくりゆっくり育てて広げなさいと。ボディ全体でエネルギー作り始めなさいと。耳の中の気圧が変わり始めます。もう気にせずに。耳抜きしたい方は耳抜きして。はい、顎関節、耳の中も整え続けなさいと。はい、頭のてっぺんから左の中心の縦軸を通って、はい、ゆっくりゆっくりとおへそを通って、おへその下をちょっと内側に入り、おへその奥の下丹田エネルギー装置のところにどん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 降りていきなさいと。お腹のところで鼓動ビート、ハートビートがドックンドックンしてる方は、はい、そこも整え続けなさいと。そのままゆっくり落として、
あのハートビート、鼓動ビートを、はい、下丹田のとこまでもう落としちゃいなさないと。はい、そのまま背骨がすでに暖かくなってる方は、はい、背骨、尾骨、仙骨、腰椎、胸椎、頸椎、はい、一本化を目指してまとめ続けなさいと。もう一度、7、6.5 ぐらい、6、7、6.5、5.5、6、7、6.5、7ぐらいを意識して、はい、そこに縦状のシリンダーを作りなさいと。頭の中心から、ちょっと下側の方から、頭のてっぺんまでに、シリンダー状のカプセルができますと。あ、光の柱の、まあ、カプセルができますと。はい。横幅的には、鼻の横幅ぐらい。はい。はい、その柱の中に、はい、ガン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 集めなさいと。うん、もうちょっと下まで行ってもらう。顎先ぐらいまで。顎、うん、耳の横から見たときに、その光のパイプが、光の柱が、頭のてっぺんから、顎関節よりちょっと下ぐらい、多分。そのぐらい、なんとなく。はい。はい、横から見たときに、はい、光の柱が、頭のてっぺんから、顎の、関節、あげの耳の下の顎のカーブになっているところで、ちょっと下のところ、まあ、喉の半ばまでいかなくても、もうちょっと下ぐらいか。なんとなくそこら辺、ヒューッとイメージしてみて、ここぐらいかなっていうところで止めといて。はい。その光の中、その中をガン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 明るくしなさいと。光の液状化を、リキッド化を始めなさいと。ハートのところで反応が始まってる。ちょっと熱い、痛い的な、焼ける的な感じが、もうこれはもう通り過ぎるしかないんで。はい、そのまま整え続けなさいと。ハートの冷ますから、ほどきなさい、溶かしなさい、流しなさいと。はい、頭の中の、はい、その縦状の光のパイプの液状化、続けなさいと。リキッドライトに還元し続けなさいと。はい、その中に自分のミニチュアをピコッと入れて、はい、頭の中のてっぺんから顎のちょっと下ぐらいのパイプの中に自分のミニチュアを、鼻先から鼻筋のてっぺんぐらいの大きさかな。背だけで。はい。自分のミニチュアが入ってますと。自分の鼻先と眉毛の間、だから前から見たときに、眉毛の間の背丈の自分のミニチュア、アバウトで構いません。それでぐーっと前から奥に押し込んで、横から見たときにパイプの中にピッと入ってますと。はい、そのパイプの中で自分のミニチュアが白く光りますと、輝きますと。はい、その白いミニチュアボディに白く光りますと、輝きますと。
ミニチュアボディの形がちょっと甘くなり、エネルギー化し、リキッドライトの人型になりますと。そしてその人型を後ろ向きに、背面向きに、前向きではなくて背面向きに、動きの、ま、頭の中、イメージの中で、はい、横から見た時にそのミニチュア人型が前を向いてなくて後ろを向いていくように、はい、姿勢を変えなさいと。で、そのまま光り続けなさい。エネルギー化しなさい。ゆっくりゆっくりボディの密度を上げなさいと。で、そのミニチュアの位置をちょっと下げて ちょっと下げて。小肩いの位置まで、目線が小肩いの位置、なんとなく上は分かってるはずだから、はい、ゆっくりゆっくりゆっくりちょっと沈んでいきますと、目線が小肩いの位置までゆっくりゆっくり沈みなさいと、移動しなさいと。その位置に来たら反応が来るはずです。ちょっと後頭部とかでピピッとなんか反応するはずがある。その前後をちょっと上に上がったり下に下がったりして、消化体が前、自分の前にあります的なところをちょっと探しの。そのミニチュアの、自分のミニチュア版の頭の中心と、はい、小肩いも漠然としてて構いません。豆ぐらいの大きさですが、はい、小肩いが共振しますと。人によっては、巨大な大きな白いお目目が見えてるかもしれませんが、気にしない。なんとなくアーモンド型の黒じゃなくて白い目が、はい、見えてる方は見えなくても気にしない、はい、白い目のところはイメージが変わるのを眺めの、見えなくても気にしない、そんなもんだと思って、レンズのようになりの、ガラスのレンズっていうんですかね。お目目が、アーモンド型の上にちょっと映り合ってる。白いお目目が、ガラス状になりの、ガラス状の中が、なんとなく宇宙間、空間的な。そのまま、なんか漠然と、その宇宙空間を眺めの、後頭部を意識して。はい、自分の後頭部全部小脳ですね。小脳のところ、はい、ガン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 光れと。ホワイトシルバーゴールドな感じ。はい、後頭部全部気持ちいい状態に作り始めなさいと。
そのままそのレンズ状のアーモンド型のレンズのところと自分のお目目が合体します的な、ある意味同化します的な、自分の右目左目の感覚に合わせてそのレンズ状のアーモンド型のお目目が重なります的な、何も作らず眺めて自分の ET お目目の風景を眺めて、何も作る必要はありません。見える映像が出てくるはずです。なんとなく宇宙空間がありますと漠然とそのくらいで、その中に何か出てくるはずなんですけど、星が見えようが惑星的な、なんか表面的な、なんか星の形が見えようが惑星的な形が見えようが、やっぱりもうあまり作らずに、自分で作らない、はい、見えるままを眺めますと、人によっては宇宙船が出てくるかもしれないし、作らない、作らない、出てくるまんま、それがアバウトであろうが、はっきりしてようが、漠然ってしてようが、自分で作らない。はい、作りなさいと、勝手に作れと、勝手に出てきなさいと。人によっては、人型の何かが出てくる、色付きで、なんとなく出てき始めるんですけど、なんとなく作らない、作らない。それが、待って、はい、自動的に焦点が合うまで、はい、自動的に焦点合わせなさいと。イメージ的になんかこういくつも重なって出てくるような感じがするかもしれないけど、気にしない。待つこと。焦点合わせようと努力もしないこと。努力をすると合わないから。だから待つこと、考えずにぼーっとして、はい、自動的に焦点を合わせてくださいと頼んじゃう。人によってはまあそこからパカーンと出ちゃうと出てもありますよね。パカーンとそこ出ちゃう的な、出ると思ったら出るかもしれないから、努力をしないの。インテンションのところで出ると思うだけ。パパンと出ちゃいますみたいな。で、その空間にちょっとふわふわしようが、漂おうが、あ、でも餌さん違うって言ってますよね。はい、あ、ちょっとじゃあ、餌さん星人様、ちょっと近くに来てくださいと頼んでみて、考える、インテンション。餌さんに波動、ちょっと来てくださいという。もしくは、自分がなんとなく関係しているかもかな、もしくは明確に知ってる人はもうそれも明確にもうインテンションに出ちゃって、はい、私はここまで来ました、はい、来てくださいってもう投げちゃう。ピッと映像的にピッと出てきなさいと、出てきてくださいって投げちゃう。自分で作らない、出てくるの待った方がいいと思いますけど、人によっては宇宙ステーションみたいなのが見るかもしれないし、宇宙船のような、もうなんだっけ、スターウォーズに出てくるみたいな出てくるかもしれないし、星の
あの姿、惑星のなんか地球とはちょっと違う色のが見えるかもしれないし、宇宙空間の色が黒じゃなくてちょっと紫っぽいとか青っぽいかもしれないし、作らない、はい、出てきなさいと、ちょっとここで待ってぞ、しばらく待ってますと、んー、ハートのところに意識を当てて、ハートのミニチュアのピュッと外に出たハートのとこ、外に出た自分のミニチュアがピーッとハートのところが光って、外に向かって放射しまーすときに、はい、ここにいまーすときに、あの、お星様になって、ここで待ってまーすときに、まあ、とりあえずしばらくそのイメージの中をちょっと漂いの、ピピピッとこう、今ちょっと合図を送っといて、ピッピッピッって光れみたいな、はい、ここですみたいな、光っといて、なんとなく今の感情を覚えといて、ピュッとそこに行けるように、ピュッと戻れるように、待合、なんかこうバス停みたいな、あ、ちょ、ここ私のバス停みたいな感じ、ここ私のバス停、ここにいつも来てます的な、そのままビューッと戻ってきて、自分のボディに接続して、まだボディがヒートしてる、まだエネルギーまだ保ってるはずなんで、そのまま戻ってきて、自分のボディの全部感覚戻して、まあ、目開けてもいいし動いてもいいと思いますけど、ちょっと目が痛い感じの方は、ちょっと目が眼精疲労な感じの方は、はい、眼精疲労のところをどん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 癒しなさいと、気持ちよくしなさいと。はい、100円のとこもう一遍光らせて、はい、どん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 お掃除なさいと。その上もガーッと柱立てて、光れ光れと。もう一度、頭の中の光のパイプに意識を当てて、はい、そこどん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 充電し続けなさいと、ステラーと共振させて、はい、そこどん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 作りなさいと、光の柱を作りなさいと。で、ゆっくりゆっくりと、7.5、8ぐらいまで頑張って、7、8ぐらいまでこう作り続けなさいと。そこをこう充電し続けなさいと。これをやっていったら、頭の中心に光の柱が作られて感じられるようになるはずです、ちゃんとやっていけば。そこの光の柱を作り続けなさいと、育て続けなさいと。じゃあちょっとその光の柱のミニチュア、自分のミニチュアにもう一遍意識を当てて、下まで降りてみましょう、どうなるか。はい、その光の柱を、自分のミニチュアを、はい、ゆっくりゆっくりゆっくりと、ハートのところまで降りてみましょう。ハートのところは後ろ向きじゃなくて前向きの方がいいかもしれないですね。まあいいや、ハートのところのパイプで、前から横から後ろから右から左をちょっとくるっと見てみて、ハートのところにいる感覚を覚えましょうと。
そのままちょっとゆっくりゆっくりまた降りていって、あ、ちょっと上の方で苦しい方は、ちょっとなんかそこちょっと、なんか溺れちゃう感じの方、溺れて、なんとなく息苦しいわって方は、窒息しそうな感じの方は、はい、そのまま、じゃあ気持ちのいいとこまで上がっていって、下に降りていける人は、はい、そのままゆっくりゆっくり降りていって、へそ下のところまで降りていっちゃって、どんな感じかを360度こう体験してみて。ある人は子宮回帰的になんか自分のお腹の子宮的な空間のところでピューッと 寝ちゃう感じがするかもしれませんけど、寝ない方がいいと思いますけど、なんとなくそこにいる感じを体験しにの。そこからちょっとくるんと回転して背骨の中を通って上に上がってみると、でパカーンと第7からちょっと上の方の100円の上の方にパカーンと出てみると。そのまま光のシルバーコードをちょっと握るなり、それ以上つかむなりして、上の方までちょっと行ってみて、ステラのところのゲートのところでガーッと上がってみて、そこもパカーンと出てみると、光のゲートを通って、ちょっと長めの、でまたちょっと戻ってきて、ハートのところにずっと置いとくのがいいかもしれないですね。頭の中よりは。ハートのところにちょっとミニチュアボディを置いといて、あそこで瞑想させるなり、あそこにちょっといなさいと、ところ充電し続けなさいと。はい、ちょっと待ってくださいね。宇宙遊泳的にそういう実験をいろいろやってみる。エネルギーを作った状態で、頭だけでやらずにエネルギーの密度の中でやり続けないといけないんで、まあ、とりあえずいろいろエネルギーを作ることをガンガンガンやると。で、とりあえず、まあ自分が関係ありそうな、もしくは関係あると知っているって方々に、夢の中でも、寝る前でも、朝でも、瞑想中でも何でもいいので、ちょっともうちょっと近くに来てくださいと、ちょっと頼んだ方がいいかもしれないですね。どのように起きるかわかんないんで。まあ、そういうことで、ちょっと待って、なんかしなきゃいけないんですかね。まあ、しなくていいって。だからボディがダーッと立ち上がってエネルギーガーッと出して安心感が作られると、膨張っていうか充電されてる状態だから、浅いところでやっちゃうと怖いとか、どうしようとか出てきちゃうから、それがガーッとエネルギー作ってもう充電されて、こうもうちょっとパンパンで熱いわーぐらい状態でやるのがいいですね。そこまでかけていっちゃう。あとは、なんか頼んどいた方がいいかもしれないですね。宇宙の医療チームなりに、ちょっとすいません、ステラ通してやってください的な。もしくは、関係のある方々に、すいません、ステラ通してちょっと調整してください的な。流してください的な、アップデートしてください的な、ちょっと頼んどいて。これから3、ナンバーを3回入ってかと思います。それで帰ってくること。3、2、1。スナップして、はい、戻ってきてください。ということで、いろいろやってみてください。自分でも。それではまた。